ね。でもあったかいね。ヒューストンよりね。ヒューストンよりは全然あったかいね。リゾート地だけど、アメリカっぽいリゾート地って感じ。まあ当たり前か。でもスペイン語喋ってる人は多いね。多いね。店員さんとかもスペイン語喋ってる人多かったし。あとね、これ買ったの。またサングラス忘れてね。ってことで、マイアミ2泊します。2泊したらまた次ね、バハマに移動するので、2泊の間にいろいろとね、歩いて回りたいなと思っています。はい、お揃いの帽子を買いました。イエイ。ちょっと若返りした。こんにちは。ちょっとなんかね、韓国っぽくなったね。ちょっとはファーマシー多いね。薬局はすごいね。もう3つ目じゃない。もうここはさ、なんかこう商店街って感じじゃない。だからここら辺のホテルにしたの。買い物しやすい、私が買い物しやすいようにって今言ったよね。ね、みんな聞いたよね。いい旦那でしょ。今さ、回してるからでしょ。あ、ここかわいい。やっぱここ見たい。ちょっとね、かわいい店見つけたの。後ろのこのトップスかわいい。ちょっとね、3時間だけ寝る予定だったんだけど、起きたらもう夜の7時半とかで、今からね、急いで夜ご飯食べてきます。あれなんだよね、あの、何料理だっけ。バーキューバ、キューバ料理が有名らしくって、せっかくだったらキューバ料理食べようかみたいな話してるんですけど、まあ歩きながら決めるっていう感じです。若干降ってるね。これが中心通りなのかな。さっきね、すごい雨降ってて、折りたたみ傘持ってきてよかった。どこでもテラス出してるね。テラス座席でご飯食べるよ。これね、ツナポケサラダって言って、まあ、とりあえず美味しい。このソースが美味しい。マグロのユッケみたいな感じ。これ店員さんにおすすめられて頼んだやつ。今マイベイビーが切ってくれてます。このステーキの上のソースがニンニクのソースになってるんだけど、めちゃくちゃ美味しい。てかあれなんだよね、夫婦揃ってニンニクとかネギとか最近が好きだからさ。これがさっきのあのニンニクのソースです。こんな感じ、たっぷりニンニク入れてくれてるね。次はパエリアいただきます。こんな感じです。いただきます。めっちゃ美味しそうなの、これも。美味しい。超うまいよね。海鮮のエキスがご飯に、だから別に海鮮何も食ってないけど、すごい海鮮の味を感じる。だね。いや、これ美味しい。てか、ここ美味しくない？マジ？ちょっとあの、画面のこの辺に貼っときますね。お店の名前を。はい、ね。すごい美味しい。本当に痛風でさ、海鮮を食べれないダーリの前でこんなこと言うのさ、ちょっと心が痛いのよ。ちょっと心が痛いんだけど。痛んでる本当に。どうなの味は。え、めちゃくちゃ美味しい。え、でもめちゃくちゃ美味しい。海鮮のコメントはないなと思って。優しいでしょ。気を使ってくれてありがとう。おはようございます。今日はマイアミの2日目です。今からね、マイアミのビーチに行きます。あとね、今日エスティローダーのアイシャドウパレットでアイシャドウつけてるんですけど、結構いい感じです。このブルーの発色めちゃくちゃ綺麗です。これがホテルの裏の公園ですね。ビーチ沿いではこういうフード屋さんしかなかったから、朝ごはんも食べてないから、わーすごい、すごい鳥の量。ってことでいただきます。ピザ美味しそう、なんかボリューミーな感じ。おいしい。ね、これがさっき美味しいって言ってたピザね。量がね、豊富っていうか、チーズが思いっきりね、ドカンと乗ってて、バーベキューソースがね、超いい感じ。美味しい、これは。これも美味しかった。すき焼きサーモンサラダ。前髪に来てから食べたご飯、適当に入ったお店も全部美味しくて、マイアミはご飯が美味しい説。海に入る予定だったんだけど、突然の雨に打たれて、今日はやめることにしました。ちょっとね、夜は肌寒いよね。まあ、がっつり海入ろうと思ったら、マイアミには夏とかに来る。そうだね。冬の沖縄みたいな感じですね。冬の沖縄も東京とか別の地方に比べたら暖かいけど、でも海に入れるくらいの暖かさではないって感じかな。じゃ
いいやん、寒いから。どうしたの今日は。ね、昨日ね、ハーゲンダッツ食べたいってずっと言ってたら、ダーリンにご飯が先って言われて食べれなかったんだけど今寒いんだもん。調子悪くはないよ、絶好調だよ。昨日はね、こっちに曲がったから、今日はまっすぐ行ってみます。マイダーリンがすごい東南アジアにいそうな感じになってる。繁華街っぽいところに来ました。ピアスを買いました。こんな感じ。水着屋さんでマクシを買いました。マイアミで着れるかどうかわからないんですけど、まあ、着れなかったらね、またバハマで着ますので、その時はねアップしときますね。結構可愛かったの。おそらくメイン料理だと思います。特別メニューはこちら。美味しそうだね。でもマイベイビーはこういうの食べれないからね、エビとか海鮮はね。おー、すごい美味しそうじゃない。めちゃくちゃお腹いっぱいになりそう。お肉いただきます。ポークの臭みが全然なくて、しかもお肉が柔らかくてすごい美味しい。てかこれが揚げ魚になってるね。スタイリッシュだね。お魚いただきます。魚美味しい、うん、外の皮が揚げてあるからすごい美味しい。揚げバナナいただきます。美味しい、うん、これ飾りだと思ったらちゃんとねレモンになってた。美味しいよ絶対。ちょっと絞りすぎたね。酸っぱい。何？ダーリンと後ろの子供がずっと遊んでる。後ろに座ってるご家族がカナダ人だったんだけど、フランスの領土だったみたいで、なんかフランス語をずっと喋ってた。それでこの間パリに行ったら、フランス語を喋ってたらフランス人通じなかったりもしたらしくって、なんかたまにねそういうのが違うんだって。今日はね、たくさん歩いて今ホテルに戻りました。マイアミの写真とかをいろいろとインスタに上げてたら、アイさん今マイアミにいるんですねって、私はマイアミ留学中なんですよっていうメッセージが来ていて、なんかすごい素敵なところに留学してるんですねっていう。でそれでいろいろとおすすめな観光スポットとか聞いたら、すごいいろいろと教えてくれて、でも今回ね2泊3日でマイアミに来てるから、あとね結構雨が降ったり止んだりの繰り返しだから全部はいけないかもしれないんですけど、でもこういう風にみんなと SNS で交流持てることがすごいね楽しくて、なんかねこういう時に YouTube やってて楽しいって思います。おはようみんな、今日はマイアミ最終日でございます。寝坊してしまって、本当だったら朝の7時に起きる予定で、そっからね海辺をランニングする予定だったんだけど、もう起きたら11時とかで、しかもホテルの人の電話で起きちゃって、もうチェックアウトの時間だよって言われて、急いで準備して今チェックアウトしたところめっちゃバタバタした。今は素敵なレストランで朝ごはん食べに来てます。ナイトライトしてる。これが私が頼んだチキンのお料理です。これがダーリンのパスタですね。美味しそう。チキンカツみたいな感じですね。でもねあんま味しない、うん、パスタいただきます。ピリ辛で、あと海鮮のチーズが効いてて美味しい。アイちゃんのレストランチェック。このレストランに点数を上げるなら何点ですか？まあ、5点くらい。意外と高いです。あんま美味しくなかった。そうだね、あんま美味しくなかったけど、パスタは美味しかったよ。マイアミに来てから初めて微妙だなって思ったレストランに入った。でも基本的にマイアミで食べたご飯は全部美味しかった。サービスチャージがなんと 18% だって。しかも今回の旅行は本当に旅行の2週間前に決めたプランだったから、結構ねホテル代と航空代が高くなってたんですけど、まあそれでも高かったんですけど、やっぱり現地に着いたら着いたで、いろいろとねすごいお金かかるところはあるんじゃないですか。かといってね、せっかくの旅行だから美味しいご飯を食べようっていう感じになりますしね、せっかく来てるんだったらっていう感じで、ごちそうさまでした。
サンクのビーチに入れてない。マイアミね。悲しい。マイアミあと1時間くらいで空港に行かないといけない時間なんですけど、行く前にちょろっとビーチに行ってマイアミのビーチの雰囲気を楽しんでから行こうかみたいな話をしてます。足だけ海に入れてみたんだけど冷たい。海はね普通に綺麗って感じかな。ワーオーってなるような海ではない。なんかいろいろ浮いてるし、ね、いろいろ浮いてる海藻みたいなやつがいろいろ浮いてる。でもね海のいいところってこの波音ももちろんそうなんですけどやっぱり癒されますね。ここ文化祭みたいですごい楽しい。を買いました。ちょっと値切れたから嬉しい2ドルだけ値切れたのこれはね折り曲げができるタイプらしくて、あいいじゃんと思って産み落として使う。こんな感じでねそろそろマイアミとバイバイの時間なんですよ。結構ねいろんな国の人がマイアミに集まってるのをすごく感じましたね。スペイン語を話してる人もいたし、あとフランス語を喋ってる人もいたし、あとロシア人もいたし、もちろんアジアの人もいたし、結構ね多文化の人たちがこの街に集まってるんだなっていう風に感じましたね。そこがね旅行の楽しいところの一つかなって思うんですけど、今回海に入れなかったんですけど、でもね海の雰囲気を感じれてよかったかなっていう感じです。あとねご飯も本当に美味しかった。あ微妙だなって思ったご飯屋さんは1個しかなくて、それ以外のところは適当に入っても美味しかったし、まあそれなりに値段したりはしたんですけど、こう値段してもいいから美味しいご飯食べたいなって思うのがやっぱり旅行の時かなって思います。ということでマイアミはこんな感じで終了です。2泊3日でした。次はバハマでお会いしましょう。